おはようございます。おはようございます。クメブローズです。湘南、波ないです。波がなければ釣りでしょと。いうことでキス釣りに今日は挑戦していこうかなって思ってるんですけど、この後ゴミ拾いもあるから、いつも海入ってるホームポイントにね、その前に一旦キス釣りしといて今日はディナーしましょうということで。じゃあクメブローズのオフデイ。そうだね、デイオフ、デイオフ だね。そうだね。まずさ、ありがとうって言って。ありがとう昨日の夜中に亀屋っていう釣りが行って、今日の早朝に港の釣り餌やってるんだから、こっちは行ってるからね。貝は睡眠時間何、4時間ぐらい、4時間寝てるか寝てない、寝てないんじゃない。あ、まあ4時間ぐらいか。4時間ぐらいか。ありがとうございました。タコ今準備してくるって言ってたから。あ、また寝坊か。ドイツが一番うまいか分からしてやろうぜ。お願いします。お願いします。リグは、投げ釣り大好きで行きます。夢？知らん。貝が買ってきてくれてるから。一番安かったから。あ、ほんと？じゃあ釣れなかったらこの針のせいだ。うん。タックルは、こちらですね。RGM 紫スポーツで取り扱っております。 RGM、 これはね、あれです。ここから分かれてサップ用にもなるロッドになります。結構ね、いろんな釣りに使えるロッドで、ここからが一番難関だよね、ここに。はい、皆様お待たせいたしました。こちらです。この子たちです。私ヘッドホンつけて格好つけております。釣り師の格好じゃねえ。ジーパン、スニーカー、ヘッドホンっていう。あ、ね、寝坊ですか。二度寝した感じで釣れたら釣れてます。いや、まだ一投目です。え、今日は何、どういう動画。今日はクメブローズのデイオフ。オフブローズってやつですか。それとも暇ブローズ。どっち。いや、でもこの後月一のゴミ拾いもあるんで。あ、そうですね、確かに。じゃ、それまでの間に今日食った。来た。お、でかくない。2匹でかっ。2匹フィッシュです。おい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 、すげえ。見せて。やりました。でかいです。でかいね、これ200、230あり。こっちの下も、こちらもキスですかね。これはキスじゃないもん。やりました。これ何、通常サイズ。いや、これ超でかいです。でっけ。やりました、天ぷら1匹目です。どう、でっけ。面白い。コン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 。やっぱあれ食ってましたね。ああ。やりました。じゃあ俺のやつもつけて。ジグヘッドみたいに頭からこうクククって刺してくる。こいつ頭切ったのに全然動いてる。動くは動くよ。ラバージグみたいに刺してくる。あー、マジでキモい。うわいけげすぎ結構もうピューでいいよ、そんなに。え、サーファーの方行
それもう取れたな多分。取れたじゃん。取れたしもうぐちゃぐちゃになったじゃん。はい、やり直し。あーこれ来たな。来てると思うよ。来たよ。さあどうだ、久米公平。来たー、ダブルフグ。なんで？なんでダブルフグやる。かわいいけど。さあカイフィッシュです。自分ではフィッシュと言っているが不安そうな顔しているのも事実だ。来てる？さあ来ているのか。ティップに生命感は感じられないが、どう来てる？お、生命感がありました。ダブルヒットです。出たー、やりました。小野寺海うまそう。見してちゃんと。結構いいサイズだね。いいね、2匹ダブルヒット。ありがとうございます。さすがです。これでフグだったらはずいよ。フグの可能性あるよ。フグの可能性。おお、前はキスです。ワンフグワンキス。おい、ナイスフィッシュ。エヘくん釣れた。今当たったっぽい。お、乗ってる。乗ってます？乗ってます。キスを見せる時が来たよ。これでフグだったら面白いんだけどな。視聴者のみんな、キスを見せるよ。見てる？こっちかなんか。恐ろしいな。海を横切ったのがいる。あるんだよ、ゴミ捨てたパーカー。え、カン今さ釣れたの沖？今真ん中ぐらいです。なんかカン結構いい明確な当たりだったんや。カカカ。じゃあ負けがデコピンってことでいいですね。完全にハメを昨日の恨み返そうとしてる。やばい、混乱してるよ。あ、30。行ってかい、あぶね。いじめじゃん、あぶな。いや、俺のサウンドやってんのかい。あぶね。
ついに釣れた？おお、すげえ。これ人で釣った人初めて見た。ねえ。え？ねえ。さすが。お、来たんじゃん？生命感なし？ついてる？なんかついてる。よし。でかい。またやりました小野寺。せいや君こうやって釣るんだよ。店行こうよ、店行こうぜ。店行こうよ。こうやって釣るの。何？これキスってやつなんですけど。でかいね、しかも。ナイスフィッシュ。どこで買ってきたの？買ったとしか思えないんだけど。今日消化は？何ですかそれ？人で。逆にすごいわ。キス？キスタイム。まあ、キスタイム。キス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 。しょんかついてきた本当。ぶん殴りて本当。こうやって釣れたの。何こいつら。だって投げて巻くだけだもん。何？投げて巻くだけ。ぶん殴っていい。どうせまたゴミじゃないの？これは今日正確な当たり。これはキス。本日2回目のキスタイム。本当にキスなんですか？いや、これさっきと違う。明らかに明らかにファイトの感じが違う。さっきはそんなこと言っててゴミだったから。動いてます。すごい。これでマジでキスじゃなかった。もう今日倒してる。疲労。これがキスです。あんだけ言って。ああ、まあでも動画のこと考えてですもんね。尺、ありがとうございます。さあ、キスタイム、キスタイム。来た？カモン。さあ、来ました。3度目のキスタイム。キスタイム。さあ、来ました。さあ。もうこれ違う。暴れ回ってます。何タイムですか？キスタイム。さあ、来た。さあ、来た。おお。もう。来てる？さあ、これは来るのか？ここで慎重にリーディングする。しっかり振りを自分で。さあ来た！どうだ？何かついてる！さあ、見えてきた！ノーキスタイム。え？ありがとう。顔にそっくりじゃんね。ありがとうな。子供を釣りたい。いいの撮れましたよ。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。10時からね、ゴミ拾いがあるので、一旦ここで終了ということで。はい。釣果は。クメコメ3匹、小野寺貝5匹、うん、多分クメヘ10匹ぐらいですか。何をキスキス狙ってたから、ね、キス狙ってたでしょ。俺はフグ。そういうことか。なかなかフグ狙う人いないからね。フグ6匹、人で2匹。すごい超過。ゴミ。
もう二度とやらなくていいですか。俺たちはまあ今日刺身でも食べようよ。うん、いいね。フグ食った方がいいでしょ。あ、いいじゃん。それでお腹ぶち壊すわ。さあということで一旦マジで好感度落ちる。ゴミ拾いしましょう。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。毎月第1日曜日、はい、10時からやってるんで、時間がある方はね、協力お願いします。波がかあろうがなかろうがやってます。じゃあください。はい、じゃあお願いします。はい、はい、さあということで、ゴミ拾い毎月やってるんですけど、まあ僕と兄ちゃんが先輩方からそのね実行委員をや受け継いで毎月やってるんですけど、コラム書いたじゃん。うん。そう、それをぜひ、見てもらいたいなって。なんでそのゴミ拾いしてるかっていうのをね。概要欄に貼ってある？貼っときましょう。はい。はい、細かいのはね。でもまあ、一番は、あれだよね、怪我しないようにするためだよね。あ、そうだね。自分たちもそうだし、サーファーの人たちも。やっぱ、サーフィンって、海が結構練習場みたいな感じだから、まあ、そういうのを防ぐというか、まあ、どんなスポーツでもそうだと思うんだけど、うんうん、自分たちの練習場をきれいにするって、うん、まあ、そういう気持ちで、僕はやってる。だからその気持ちってボランティアだから、人それぞれでいいって思う、うんうん。だからね、犬の散歩の人たちはワンちゃんが食べないようにしろとか、で、地元の人たちは、まあ、きれいな海で遊ぶとか、そのゴミを拾う気持ちというか考えは、本当人それぞれで、僕はいいのかなと思ってるんだけど、うん、まあ、ただ自分はそういう練習する場としてやってます。僕はで、みんなもそれでやってくれて、こうやって人が、ね、来てくれるようになってるのは、まあ、本当に嬉しいしね、うん、まあなんか楽しくやった方が俺もいいなっていうのは思うから、それでねやっていけたらいいなっていうふうに思います。はい、はい、はい、カイ君が綺麗に捌いてくれました。素晴らしい。さすがですね。2人ともゲームしてただけじゃん。で、これ俺らが釣ったキスじゃん。うん。で、兄ちゃんかわいそうじゃん。うん。だから、これ食べさせてあげる。よかったじゃん、ゆうやくん。それ何？キス？キス返そうと思ったけど、もう死んじゃったから美味しくいただこうっていうことで。まあ、結局のところブラックバスターうまいかもしれないけど、海釣りは全然ダメっていうこと。まあそれでもいいよ別に。キスじゃあしょうがないから食べさせてあげますか。じゃあキス食わしてくれる。うん、てかもうお腹空いてるから。もう二度と海の釣りやろ。それはもう自分の勝手だから。ということで素敵な週末をお過ごしください。クーブローでした。ハッピーニーケン。週末には多分出しません。金曜日にはさすがにこれは。ありがとうか。